今週のゲストは衆議院議員の佐藤ゆかりさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、佐藤先生は昨年の選挙で大阪から出られたということで、はい、ね、いろいろその辺の話も含めて大阪が発展するのはどうしたらいいかというのをお伺いしたいと思うんですが、はい、大阪にちょうどうですか、ご覧いただいて。大阪はそうですね、素晴らしい街ですね。本当に人柄も皆さん優しい方が多いですし、温かいですね、人情味があって、非常にこの街の温かみのあるポテンシャルをいい形で経済の発展に生かせるのではないかなと思っています。ぜひそういう話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お聞きください、皆さん。